魔法少女、みそじ、すがすがしいくらいのコメディ漫画、主人公は社会的地位を重んじる古風なタイプの、OL35歳、ピチピチなのぜ。こいつがたまたま日朝の素質があったために、反強制的に魔法少女になってしまう。この哀愁漂う顔芸の作画がいいのぜ。で、なんやかんや、現実逃避を決め込もうとするが、ホモとクズの間の手からは逃れられない、という感じから始まるコメディタッチの漫画。漫画のノリはギャグ漫画日和という感じだし、マスコットキャラのクズウサギのノリが、熊吉くんみたいな感じでべね。面白い部分は、なんで魔法少女の年齢制限外したの？というネタに対して、エイジハラスメントとかいろいろ、と、現代社会の悪い部分が出ているというところというネタ。全部が全部確率的にしちゃうというのは、多様性の否定につながるのぜ。まあ、この辺は、尺度と立場によって、大きく変化するから、最終的には宗教の話になってしまうのですが、ちなみになんですけど、おまんじゅうたちは多様な社会が好みだから、性別、年齢問わずにミニスカート履きたいなら履いていいと思うし、人事の人がバンラ、バンドギャルの役なのぜ、みたいな格好してる方が好きです。あとは、不特定多数の人間は、例えば、結婚していない男女に対して、例えば、ママさんなんかが、独身女性に対して、〇〇ちゃん、結婚していないの？とかってマウンティングするんだけど、言葉の暴力だから慎むのぜ。価値観や、幸せってのは人それぞれだからね。まあ、あとはクズないかにもモテなさそうな上司のおじさんとかが、セクハラ発言してくることがあると思うんだけど、そいつらは、1、その振る舞いがセクハラだと認識できていない。2、やってはいけないことなのに、好意的に捉えてほしくてやっている、というのが大半なのぜ。全部が全部そうじゃないけど、不特定多数の人間ってそんなもんだよ。漫画は、最近読んだ漫画の中で、とりわけ面白かったのぜ。